カさんカメラチャンネルのタカさんです。本日はですね、こちら今手に持っています、パナソニックのミラーレス一眼カメラフルサイズですね、 S1H になります。なんとこちらのカメラですね、最近は使ってなかったんですけど、防湿庫にずっと眠らせてたんですが、この度、ボディのですねファームウェアがアップいたしまして、こちらブラックマジックローを収録できるようになりました。いや、これはすごく大変嬉しいことでですね、今こちらの動画を撮ってますカメラはいつも使ってますブラックマジックアーサーミリプロ 12K をですね使ってるんですが、そちらのカメラはブラックマジックローしか収録できないんですね。ですので編集はですね、必ずダヴィンチリゾルブという編集ソフトになります。そうするとですね、まあこちらの S1H はですね、まあ他のメーカーと一緒のようにブラックマジックローは撮れないので、前はプレミアプロを使ってたんですが、ブラックマジックローを使うとやはりですね、まあ初期化をしたりして編集がちょっと大変なんですね。ブラックマジックローですとそういう初期化とか必要ないので、普通にデータを入れてすぐ編集ができるということになるので、12K の重たいデータもまあ編集しやすいということになりますね。ですのでこちらでもですね、まあ今つけてますこちらのブラックマジックのモニターですね、 12G のモニターを使ってまあ収録する、録画するということになるんですね。こちらのカメラ本体では収録ができないんですね。まあそれはもうちょっと違うメーカーのデータスタイルなので、さすがにそれは無理かと思うんですが、この度まあこちらのモニターを通してでもですねブラックマジックローを収録できる、そしてこちらの S1H はですね、まあ、元からなんですけれども 5.9K そして 6K を収録できるので、この度ブラックマジックローで 5.9K とか 6K が収録できるということで、大変運用しやすい、編集しやすいということになるんですね。ブラックマジックローでずっとダヴィンチリゾルブで使ってた時はですね、こちら、全然 S1H もう防湿庫で眠っていて全然触ることもなかったんですけれども、こちら、オープニングのですね、収録もこれでできる、そしてダヴィンチリゾルブで編集もできる、そしてそれに、ブラックマジックローで撮った 12K のデータも入れて編集できるということで、すごくですね編集がやりやすくなったんですね。本当はですねブラックマジックの、まあ、4K とか 6K 新しくできた 6K プロを買おうかなとは思ってたんですけれども、防湿庫で眠ってたこの一眼ミラーレスカメラはブラックマジックローを、まあ、モニター経由なんですけれども収録できるということになりまして、買う必要がなくなってしまったんですね。はい、まあ、それはすごく大変嬉しいことなんですけれども、ですので、まあ、これからですね防湿庫で眠らせておくのはちょっと難しい、もったいないということで、こちらどんどん使っていきたいと思います。もちろん収録方法はですねブラックマジックローを使ってダヴィンチリゾルブで編集したいと思うので大変嬉しいです。そしてですね、まあジンバルのこちらを載せたローニン S なんですけれども、使ってモニターを載せて収録した動画をアップしたいと思いますので、最後までご視聴いただきたいと思います。そしてですね、フライカムをちょっと使って縦揺れをしないようにちょっとできればなと思って収録してみました。最後までご視聴いただいて、後ほどコメントいただければ大変嬉しいです。それでは動画に移りたいと思います。はい、はい、それではですね、パナソニック S1H を使った、そして、ブラックマジックローの収録テストをしてみました。久しぶりにですね防湿庫で眠っていた、それも6ヶ月も防湿庫で眠らせていたミラーレス一眼カメラを使ってたので、まあ、久しぶりの運用ということでちょっとぎこちなかったりはするんですが、まあ、大変ですね、モニターを介してでも、ブラックマジックローを収録できるということは大変助かります。はい、
まあそしてですね、せっかく 6K も撮れるというカメラなので、これから運用もしたいと思うんですが、そしてですね、まあ久しぶりに使うジンバル、ロウニン S なんですけれども、こちらを使っての運用、そしてブラックマジックローの収録ということで、まあ、自宅下のですね、まあ、たわいもない道路を行き来したりする映像になってしまってるんですけど、まあ、テスト画像の1回目ということで、ご了承いただければと思います。まあこれでですね、いつも使っていますブラックマジックアーサミプロ 12K の映像とプラスしてこちらのパナソニック S1H の 6K の映像を、まあ、撮っていければと思います。あとですね、まあおまけで、こちらも久しぶりに使う、フライカムのボディースーツでちょっと縦揺れを消そうと思ったんですが、まあ、久しぶりの運用とですね、なかなか手持ちとあとこのボディースーツでやったらそんなに変わらないので、なかなかセットアップを煮詰めないといけないかなとは思ってます。はい、まあ、なかなかこの、強さをですね、強くしたり弱くしたりっていうことで調整してるんですが、まあ、短時間のテストの時間ではですね、縦揺れを止めることがちょっとできなかったので、これもですね、今後の課題ということで、パナソニック S1H を使いながらですね、調整して、縦揺れをなくす練習をしながら上達していければと思います。はい、やっぱり揺れてますね。はい、まあそうですね、手持ちで、まあ、撮影するとなかなかパナソニック S1H の、ミラーレス一眼カメラ重いので、まあ、疲れてしまうということで両手を離してでもですね、持っていられるということで、まあ、そのボディースーツを使うと楽には楽なんですが、やはりですね、まあ、狭いところにちょっと入っていけないとか、まあ、他に何かこうぶつけてしまったりしてしまうような場所だとちょっと使えないので結局手持ちになってしまう可能性もあるんですが、まあ、観光地とかでですね、広い場所でなら、フライカムこのボディースーツも使えるかと思いますので、今後練習して使っていきたいと思います。なかなかこれセットアップが大変なんですね。はい、まあしょうがないんですけれども、はいはい、動画いかがだったでしょうか。なかなかですね、こちらのジンバルを乗せて縦揺れを制御することはちょっと難しかったんですけれども、一応ですねブラックマジックローですね、こちらのモニターを経由して撮った動画をアップしてみたんですが、まあ自宅マンション下を、まあちょっと軽くテスト映像なのであまり、見栄えのしない動画なんですけれども、今後ですねこちら、6K とか 5.9K でですねブラックマジックローを撮って、YouTube にアップしたいと思います。なんせですね、いつも使っているブラックマジックアーサーミープロ 12K のカメラはシネマカメラで大変重いんですね。システムが、まあ、14.8 キロとか15キロぐらいある、それをですね、まあ、アシスト、電動アシスト自転車に乗せて運用しているので大変、まあ、収録は難しいんですけれども、これでしたら、まあ、気軽にとまではいかないんですけれども、まあ、いつも持っているシステムよりはだいぶ軽いので、で片手で持つなんてことはちょっとできないんですね。はい、これは一応片手では一応持てますので、まあこういったカメラ、まあ、そんなに一眼カメラの中では重たい部類なので、大変かとは思うんですが、まあ、いつもよりはだいぶ楽ということで、はい、でブラックマジックアーサーミニプロをですねこう軽々片手で持つなんてことはもう無理ですからね。おまけにいつも使っているシステムのローニン2をつけると 14.8 キロとか15キロ、まあ1分持つこともですね大変なので、まあ画質的にはですね 6K とか 5.9K ということになってしまうんですが、でも機動力はですねこちらの方があるので、狭いところとか、まあ、自転車とか大きい、まあ、ローニン2をセットアップした、
ブラックマジックアーサーミルポー 12K を使うよりかはいろんなところに行けるかとは思いますので、今後ともですね、こちらを、防湿庫で眠らせておくのはもったいないので、撮って YouTube にアップしたいと思います。それではまた後日ご視聴のほどよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。